日本海軍の迷彩塗装。近年、海上自衛隊の護衛艦がロービジ塗装に変わってきていることはご存知でしょうか。例えば、煙突の上部は今までは黒色でしたが、艦隊と同じグレーに変わりました。艦番号も見えにくいグレーに変わっています。これらも、敵の目から見えにくくするための塗装なので、一種の迷彩塗装と言っていいかもしれません。実は、日本海軍も太平洋戦争中、数多くの船に迷彩塗装を施していました。日本海軍の迷彩塗装とはどのようなデザインだったのでしょうか。今回は日本海軍の迷彩塗装についてお話しします。艦船の迷彩について。迷彩とは敵の目を欺くことを意味する言葉です。カモフラージュとも呼ばれ、相手を騙すためのいろいろな手段を含めた言葉です。単に目立ちにくくするだけではありません。煙突やマストなどのダミーの構造物をつけたり、絵柄として書き込んだりして誤認させる偽装。塗装によって船のサイズや艦種、速力、進路を欺瞞する迷彩塗装。このようにいろいろな迷彩があります。軍艦色の起こり。艦船を目立ちにくくする迷彩色といえば、灰色やネズミ色の軍艦色です。この軍艦色の起源は今から100年以上前の1898年の米西戦争です。米西戦争の頃、アメリカの軍艦は真っ白に塗っていました。ところが汚れが残ったまま船を洗わず白く塗ったところ、燃料である石炭のススと白いペンキが混ざってしまいました。結果的に灰色の軍艦になってしまったのですが、遠くから灰色の軍艦を見ると輪郭がぼやけてよくわからなくなっていました。輪郭がぼやけた軍艦は距離がわかりにくくなっていました。こうして軍艦色が誕生したと言われています。まあ、もっとも、この説も日清戦争以前から日本海軍では軍艦に灰色を塗装していたことがあることから怪しいのですが。艦艇迷彩の始まり。潜水艦対策から始まった艦艇迷彩。本格的な艦船への迷彩の始まりは第一次世界大戦と言われています。第一次世界大戦ではドイツが U ボートを使って商船を襲いました。 U ボートから見つけられにくくするために連合国側では商船を灰色に塗装するようにしました。ところが潜水艦から見た場合、灰色塗装はあまり効果がありませんでした。なぜなら当時の潜水艦は商船から数百メートルから一数百メートルで魚雷攻撃を加えていたからです。この距離では灰色塗装の欺瞞効果が役に立たなかったのです。単なる灰色塗装ではなく、塗装によって潜水艦の潜望鏡をごまかし、船のサイズや向き、速力を欺瞞しようとしたのです。そこでアメリカで美術や色彩、植物、動物などの専門家を集めて潜水艦防御協会を設立し、塗装方法の研究を開始しました。軍と関係がない分野の専門家を集めるところがいかにも合理的なアメリカって感じですね。この時の研究は第一次世界大戦が終わった後も継続され、第二次世界大戦でアメリカが最も進んだ迷彩塗装技術を持つことにつながります。日本海軍での迷彩塗装の研究。一方、アメリカほどではありませんでしたが、日本海軍でも迷彩塗装の研究に取り組んでいました。大正4年、1915年、第一次世界大戦の最中の話です。日本海軍では海軍大演習が行われました。演習に参加した戦艦はるなと駆逐艦海風に、試験的に迷彩塗装が施されたのです。濃いネズミ色である日本海軍の軍艦色の船体に波状、短冊状の白い塗装を描き込みました。そして放線下でどのような効果が得られるのかを実験したのです。また昭和10年1935年海軍航海学校で軽巡洋艦那智と数隻の駆逐艦に対しオリーブ色に塗装し、欺瞞効果を確かめました。
このように日本海軍でも迷彩塗装の研究をしていたのはしていたのですが、これくらいの規模と内容でしかありませんでした。結局、太平洋戦争が始まるまで科学的な迷彩方法の研究開発はなされなかったのです。太平洋戦争での日本海軍の迷彩塗装。太平洋戦争前に日本海軍で迷彩塗装の研究開発が進まなかったこともあり、太平洋戦争当時の日本海軍は迷彩塗装に消極的でした。末期の航空母艦以外は迷彩塗装はほとんどありませんでした。日本海軍の迷彩塗装の例。開戦当時には第3艦隊第6潜水戦隊機関の長芸が艦首から艦尾まで高層波を描いていました。長芸は側面に魚雷発射管も描いていたようです。また工作艦朝日にも同じような迷彩塗装を施していました。通商破壊作戦に従事していた特設巡洋艦愛国丸、報国丸にも迷彩塗装が描かれていました。主要艦艇では昭和17年1942年に竣工した水蒸気母艦秋津島に迷彩塗装が施されました。秋津島の迷彩塗装は偽装院長で初代艦長の発案の特殊な帯状迷彩とまだら迷彩を組み合わせたものでした。一般商船の迷彩塗装では、軍艦以外の船、商船はどうだったのでしょうか。商船は太平洋戦争が始まって以降、防空ネズミ色と呼ばれる海原1号色に塗られていきました。ところがアメリカ海軍の潜水艦からの攻撃が激化したため、昭和19年1944年6月5日付で変更されました。水戦部は2号水戦色、能力色、船体中央部を2号色、緑色、船首と船尾及び上部構造物を21号色、白色を混ぜた2号色、マストを22号色、2号色に5倍の割合で白色を混ぜた色に改められました。前後を明るく、中央部を暗く塗り分けることで、船体を小さく見せようという迷彩塗装で、海軍航海学校の対戦塗色検討委員会で考案されたようです。なお、商船へのこの迷彩塗装は、戦乱護衛にあたる護衛総隊の護衛空母にも適用されました。おそらく、戦艦内部に航空母艦がいることを秘匿することが目的だったと思われますが、結局、多くの護衛空母が潜水艦に沈められたため、効果のほどは疑問です。航空母艦の対空迷彩。商船の護衛船団の護衛空母が商船に合わせた迷彩塗装をしていたことは先ほどの通りです。実は、レーテ沖海戦での航空母艦、随格、随宝、千代田にも、この迷彩塗装が採用されていました。また、竣工時の航空母艦、雲龍、信濃の、葛城もそうなっていたようです。しかし、航空母艦以外の主力艦には使われなかった模様です。なお、航空母艦では、こうした追戦目的の迷彩塗装に加え、対空目的の迷彩塗装も施されていました。航空母艦の対空迷彩も、海軍航海学校で研究されていたものです。昭和19年1944年の夏に、航空母艦、運用、太陽、雲龍、千歳の飛行甲板に、実際に描いて実験されました。対空迷彩の特徴は、艦首と艦尾を、本当の守備線からずらして描くことで、急降下爆撃機の軸線をずらすことが目的でした。中には、戦艦の砲塔っぽいものを描いたものもありました。ちなみに、実験の結果、あまり効果はないと結論付けられたようです。まとめ。今回は、日本海軍の迷彩塗装についてお話ししました。日本海軍も、遅ればせながら、迷彩塗装に取り組んだようですが、アメリカやイギリスなどと比べると、あまり効果を発揮できなかったようです。終戦の直前になると、残存戦艦や重巡洋艦などに迷彩塗装が施されたのですが、これらは戦闘を目的としたものではなく、敵機の空襲を避けるためだけのものでした。ご視聴ありがとうございました。もし、よければ、もう一本、
この日本の火力の動画をご視聴いただけると、とても嬉しいです。それではまた、次回の動画でお会いしましょう。